外装とは、医療分野における症状の一種であり、肺や気道から空気を強制的に排出させるための生体防御、運動であり、通常繰り返して起こる、気管、口頭、呼吸筋の反射的な収縮運動である。一般的には、咳という。一回の外装で2キロカロリーのエネルギーを消費すると、言われ、外装が続くと、エネルギーを著しく消耗する。 風邪などで外装が続く場合は、栄養状態に注意する必要がある。また、老人は、咳の衝撃に耐えられず、あばら骨を骨折してしまうケースも少なくない。横になると楽になる。日本呼吸器学会外装ガイドラインの定義では、外装とは、軌道内に貯留した分泌物や異物を軌道外に排除するための生態防御反応である。 軌道壁表層の赤受容体の刺激が、瞑想神経を介して塩髄石中枢に伝達され、外層が発生する。軌道壁表層の赤受容体の感受性更新を、介する経路と、軌道平な目筋収縮による、平滑筋内の知覚神経の刺激を介する経路の2つがある。さらに分類すると外層反応更新適正な、外層反応外層反応低下端を伴わない。 乾いた咳のことを乾性外装と言い、一般的には空咳とも言う。痰や滑血を伴う湿ったものを湿性外装と呼ぶ。乾性外装は間質性肺炎、異形肺炎、胸膜炎、過敏性肺炎など典型的な肺炎とは異なった肺炎を示唆する。また、湿性外装は気道の炎症性病変や排水腫を示唆する。 日本呼吸器学会の外装ガイドラインによれば、1から2週間以上持続する外装患者に対しては、胸部 X 線検査を推奨している。欧米において慢性化した外装の原因として多いものは、上気道外装症候群、気管支喘息、逆流性食道炎であるとされているが日本では、多くない。胸部 X 線撮影、血液検査、拡大検査、 生理学的検査日本呼吸器、学会ガイドラインによれば、肝性外相に対する人食い的治療薬は、中枢性鎮外薬及び気管視拡張薬であり、また失性外相に対する人食い的治療薬は、巨炭薬、小生流油、吸入抗コ,コリン薬などであった。ハーバード大学医学部の専門家によると、多くの市販赤止め薬は有効性の証拠がほとんど、 なく、おそらく出費に見合う価値がない。一般的な風による咳には、抗ヒスタミン薬と充血除去薬を含む、咳止め薬が適している。上気道感染症の症状である喉の痛みや咳が出る場合は、蜂蜜がその症状を軽減する、可能性があると2020年11月に、ハーバード大学医学院で公開された。科学者は蜂蜜には、抗菌特性があり、大人では、 上気道感染症の症状に対処するための無害な方法であると結論づけた。ただし、1歳未満の乳児には乳児没離ス症を発症する可能性があるので与えてはいけない。鎮外薬は基本的に脊柱数に作用するが必要な外装を求めるリスクがある。日本呼吸器学会ガイドラインでは明らかな植気道炎などにとどめ、 中枢性鎮外薬の使用はできる限り控えると勧告されている。以下の気管支拡張薬もよく使われる。気管支を広げ呼吸を楽にする。ありがとうございます。